こんにちは、青山聡太です。ここのところショート動画でボルダリングの一級の課題を落としている動画をアップしているんですが、ちょこちょこと落とせているので、今回ちょっと気合を入れて初段の課題にチャレンジしていこうと思います。まあ級が1個上がるだけでかなり難易度が高くなるんですが、まあ、ダメ元でもチャレンジすることが大事なんじゃないかなということで、気合を入れて初段チャレンジしていこうと思います。ちょっと気合が空回ってしまわないようにしっかりと柔軟そしてアップをしてやっていきたいと思います。はじめは初段黄色ホールドの課題です。ここがね、まずね、掴めないんですよ。掴むっていうよりも下から上げて支えるぐらい、全然初手が出ない。なんとかこう引っかかるところを探して手伸ばしていけて、こっからいけんじゃないかなと思って、んですけども、ここが先がいけなくて足を組み替えるんだけど元に戻っちゃうっていうね。多分あそこに足をかけて手を伸ばすんだろうなと踏んだんですよ。ここは割ともう一回できたらすんなりといけるようになったんで、ここなんですけど、足が上がらないから、これ柔軟性。次はオレンジホールドの初段です。ここは初手2手目は割とすんなりいけたんですけど、近いんだけど届かない。足の位置とかが違うんだろうなと思って2度目のチャレンジ、割と手を伸ばしたらすんなりいけましたが、その先のこのホールドが右手で取りたいんですけど、ホールド的に左手で取るホールドなんですよ。なんであれを左手で取るにはどうしたらいいんだろうと考えて何度かやるんですけど、ここまではいけるんだけど、その後のホールドが取れなくて力尽きたんで、次は赤ホールドの初段。真ん中から右上に向かっていく感じなんですけど、ちょっとピンクっぽい色してるんですけど赤ホールドです。結構引っかからないんですよ。いや本当に球が一つ上がるだけで初手2手目が取れないっていうね。今度は取れる。でこっからは割とすんなりいけるんだけど、手に集中しちゃうと足がおざなりになって滑っちゃいました。でここまででね、割とすんなりいってるようで結構体力使ってるんですよね。ちょっと力んでるっていうのもあるとは思うんですけど、でここをうまくしたいんですけど、さっきマッチしたんですけど、それをアンダーでやったらどうかと思ったんですけど、微妙に体剥がれてしまって、で途中からやるっていうのは結構ボルダリングあるあるというか、この鬼門のとこからやってみたらどうかと思ってやってみたら、あれえマジか、いけたな、じゃああとはつなぐだけじゃんと思って
気合を入れてやっていきます。ただ空回りしたのでラスト、もう体力的にこれラストです。ちょっと課題を落としてクールダウン。いやー、やっぱり初段の壁は分厚く、そして高かったです。まあでもちょっと望みも感じられたので、引き続き初段の課題をチャレンジしていこうと思います。そしていつか落とせるような動画をアップしようと思いますので、ぜひチャンネル登録をして待っていただければと思っております。今回もご視聴ありがとうございました。悔しい。